フェイン立ちとか言って急にバスってやめる人がいるんだけど、これはね絶対おすすめじゃないです。かなり離脱症状が出ることがあるんですね。こんにちは、柏原幸男です。いつもコメチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回も YouTube にいただいたコメントにお答えします。岸お願いします。では早速コメント読み上げます。コーヒー中毒からの脱却の仕方、コーヒーが体に合うかどうかの判断の仕方を知りたいというコメントをいただきました。はい、ありがとうございます。これ以前コーヒーについての解説をした動画があるんですね。まあ、そこでコーヒーがいいのかどうなのかっていう話を詳しく解説してますので、まだ見てない方はよかったらこちらの動画をご覧いただけたらと思います。結論としてお伝えする上で、コーヒーは決して悪いと言ってるわけではありません。ただ飲みすぎない方がいいよっていうのはありますね。そして体に合わない人っていうのが日本人には結構いるんですよ。体質的に合わないという人、これが結構気づいてないケースがあるよっていうふうにお話をしてまして、体質に合わない方に関しては飲まない方が体調が良くなることはよくあるので、体質に合わない方は控えめに、体質に合う方は飲みすぎないようにしましょうっていう、そんな結論でお話をしました。コーヒー中毒からの脱却の仕方というところなんですけど、やっぱりコーヒーは嗜好品として結構習慣性の強いものではありますので、日常的に飲んでると飲まないとちょっとそわそわしたり無性に飲みたくなったりっていう風になりやすい、まあ、いわゆる中毒症状なんていう表現をされたりはするんですけれども、1日3杯以上習慣的に飲んでる方は、まあ、ちょっとそういう傾向はあるという風な感じかなと思います。まあ、ご提案としては1日 1、2杯ぐらいにしておくといいよっていう風ではあります。その飲みすぎた時に何が良くないかっていうと、一番私がデメリットだなと思うのは消化吸収にダメージがあるっていうとこですね。特に胃の機能が悪くなるケースが結構ある。自覚がない人多いですけど、かくいう私もコーヒー好きで昔はすごくよく飲んでました。何かっていうと、あ、とりあえずコーヒーっていう風でしたし、なんか飲みたいなっていう時はインスタントも含めてコーヒーを気軽に飲むっていうのをやっていたんですね。で、あとはコーヒーをさらにカフェオレで飲むことが私は多かったんですけれども、まあ、今はほとんど飲まないです。たまに飲むっていう感じ。自分の中で制限してるわけではなく、そんなに必要としなくなったっていう感じですね。ですので、まあ、3杯以上習慣的に飲んでる方は飲まないと無性に欲しくなるとかいう感じになりやすい。岸も結構コーヒー好きだよね。めちゃくちゃ好きですね。で、前かなりよく飲んでた印象。はい、すごいよく飲んでました。最近はだいぶ減りましたね。1日何杯ぐらい飲んでた？なんかもうお水の代わりにコーヒー飲んでたって感じですよね。1日中ずっとコーヒー。ずっとこうデスクの上にずっとコーヒーがないとなんか落ち着かないぐらいな感じでしたね。それはもうある意味中毒に近いぐらいですよね。なんとなくやっぱり習慣的に飲んでるっていう方も多いのかなと思うんですよね。カフェインがいい悪いっていろいろね議論があって、コーヒーに関しては健康にプラスだとか癌を抑えるとかいい情報もよく出てくるので、まあ、実際どうなのかっていうところなんですけど、これはこういうなんか統計的にエビデンスでいいか悪いかって論じるところではなく、やっぱり一番大事なのは自分の体に合うのかどうなのかっていうことなんですね。体質に合ってる人が飲んでいい結果になるのと、体質が合わない人が飲んで同じ結果になるかっていうとそうではない。デメリットの方が大きくなることがあるっていうところになります。それでもまあ3杯以上はちょっと飲みすぎかなっていう感じはするんで、減らしたい場合ですね、よくカフェイン立ちとか言って急にバスってやめる人がいるんだけど、これはね絶対おすすめじゃないです。カフェインをいっぱい飲んでた、コーヒーを1日3杯以上とか5杯とか飲んでた方が急にやめると、かなり離脱症状が出ることがあるんですね。体調がすごく悪くなったりします。特に頭痛とか虚脱感とか気分が悪くなる人とか、あとものすごいイライラするとか、そういう離脱症状が結構ありますので、おすすめとしては
段階的に減らしていくっていう感じですね。例えば1日5杯飲んでた方だと4杯にして2杯にして1杯にしてそれでゼロにするみたいな感じで少しずつ減らしていく。体に入ってくるカフェイン量が少ない状態にちょっとずつ慣らして段階的に減らしていくっていう方法がいいと思います。であとは食生活によっても結構変わる方はいて、お米生活をしただけでコーヒーに対する欲求が減るとか、コーヒーをそんなに飲まなくても大丈夫になりましたっていう方もいらっしゃるので、まあ、その辺は人それぞれのところはあるかなとは思うんですが、まずやめるのは急にやめないっていうのが注意点です。それで体質に合うかどうかの判断はどうしたらいいのかっていうところなんですけど、一つはですね、今まで飲んでたから別にそれで不調も感じないし合わないわけがないと思ってる方も結構いらっしゃるんですけど、私たちの体って与えられた環境に頑張って合わせてくれてしまうし、普通になっているとその不調すら普通になっていて感じないっていうケースがあるので、ずっと飲んできたからコーヒーは自分に合ってるはずだというのは必ずしもそうじゃないというところなんです。じゃあどうやって判断するかっていうと、一つは一回やめてみるっていうのが大事なんですね。ですから、まあ、ちょっとそこを判断したいなっていう方は段階的に減らしてゼロにしたところ、全くカフェインを取らないのを1週間ぐらいしてみた時に体がどんな反応かっていうのを見ていただく。でさらにカフェインが入ってこない状態にしばらく慣れた後にコーヒー飲んだ時に、あ、なんか胃もたれするなとか、ちょっと胃に刺激を感じるなとかっていうのがあるようだと、まあ、基本的には合わない可能性が高いかなというふうに思います。それ以外で何かしら消化器系の不調を感じる方は、もしかしたらコーヒーの習慣的に飲んでることが影響している可能性もあるという可能性の一つとして、ちょっと一回やめてみるっていうのはおすすめかなと思います。私自身はコーヒーずっと飲んでて好きだったし、そんな自分が合わないなんて思ってなかったんですけども、一回飲まない期間を作ったら、あれ、なんかすごい胃の調子がいいぞというのを感じて、でその後飲むとやっぱり、あれ、ちょっとなんか胃がもたれた感じがするとか、たまに胃痛を感じるとかっていうことがあったので、やっぱカフェインあまり合わなかったのかなっていうふうに、落ち着きました。で今は日常にはあんまり飲まないんですけど、基本コーヒーは今も好きなので、たまにだからちょっとこだわりの喫茶店でここのコーヒー美味しいよっていう店行ったら基本はコーヒー頼むし、友人でコーヒーの焙煎に凝ってて、コーヒー豆を自分で仕入れて焙煎したてをくれる友達がいまして、それもらったコーヒーはやっぱね美味しいんですよ。なので時々お家でそのコーヒーを楽しんだりっていうのはしています。まあ、コーヒーはそのカフェインだけじゃなくていろんな有効成分も入っていて、であと香り、アロマによる癒し効果とかリフレッシュ効果みたいなのもありますので、例えば一日の中でちょっとこうね、リフレッシュする時間帯に美味しいコーヒーを飲むとかっていうライフスタイルは、それはそれでね、楽しんだらいいんじゃないかなというふうには思います。ですので必ずしもコーヒーがダメ、カフェインがダメということではなく、ちょっとね、その自分の体との兼ね合いを見てもらえたらいいのかなと思ってます。コーヒー中毒から脱却したいということであれば、私がおすすめできるとしたら、ハーブティーを代わりに飲むとかですかね。なんか飲みたくなるタイミングって必ず来ると思うんですよね。その時にまあ置き換えじゃないですけど、まあ、その時に刺激が少ないハーブティーを入れるとかっていうのは、まあ、一つの手段としてはまあ有効なんじゃないかなと思いますね。そうですね、まあ、選択肢をいろいろ持つ。ハーブティーもちょっとこだわったりとか、まあ、今ハーブティー以外もいろんなお茶とかフレーバーのものがあったりしますので、私は結構日本の古来の植物を使ったお茶系は大好きで、黒文字のお茶とか桑の葉のお茶とか、素材を楽しみつつ選択肢を広げるっていうのは一つですよね。まあでもね、コーヒーも美味しいですから、せっかく飲むコーヒーはできればちょっといいもの選んでいただくだけでも違うと思いますし、過去動画でもね解説してるんですけど、コーヒーは結構ね酸化しやすいものなんですよ。でこの酸化したコーヒーっていうのがさらに体にダメージがあるというところがありますので、やっぱりね鮮度のいいコーヒーを
飲んでいただきたい、焙煎したてでとか入れたてでとかっていうところですね。ということで、まあ、食べ物全般ね、いい悪いで見るのではなくて、自分に合うかどうかとか、あとはやっぱりバランスよく取る、楽しむための取り方、悪いから減らす排除するではなくて、そういうものも上手に楽しむ方法っていうのをちょっと工夫していただくっていうのをご提案しています。まあ、食事というのは健康面のプラスマイナスっていう観点だけではなく、楽しみ、豊かさ、コミュニケーションといろんな要素がありますので、そんな観点で食べることを広くこうね見ていただけたら嬉しいです。柏原由紀夫の公式 LINE もぜひ登録いただけたら嬉しいです。みんなで食を楽しく、そして元気で綺麗になるというところを、皆さんと実践していく、そんなグループを作っていきたい。 YouTube なんかではお伝えしきれない情報ですとか、皆さんとの交流の場も増やしておりますので、登録お待ちしております。最後までご覧いただきありがとうございました。また見てください。今日さんはどんなコーヒーがお好きですか？私ね、基本的な好みとしては酸味が少ない系統のコーヒーが好きですね。深入りと浅入りで言うと深めの方が好き。だ、いろんなあの豆が選べるときはお店の人に酸味少なめのどれですかって聞いたりよくしますね。なるほど。はい。キッシーのお好みは？昔はあの池尾さんと同じで、もうコーヒーは深入りじゃないとダメだぐらいなの感じだったんですけど、なんかコーヒーハマるにつれて最近は浅入りも美味しいなって思うようになってきて、それ自分で行ったり、そこまではしない、自分で行ったりはしないですね。さすがに引くのはこだわってますね。やっぱりゆげさんもさっきおっしゃったように、コーヒーは本当鮮度が命なので、もうやっぱさ、引き立てで鮮度いいやつはお湯を入れた時点のあのガスの出方が全然違うよね。そうですね、あれバロメーターね。一つそうかもしれないですね。まあ、中にはなんか、まあ、あれはそこまで関係ないっていう人もいるんですけど。そうなんだ。私はそういうこだわった喫茶店とかのこだわりのマスターとかのうんちくを聞きながら、へーとか言いながらやるのは大好きで、あれやこれや質問し、で普段はそうやって聞かれると酸味少ないのとかって言うんだけど、おすすめのを飲むと、あ、これ普段自分が選ばないやつだっていうのなんかは楽しいね。そうですね。